最内ですよね、はいはいはい、もう。あ、牧さん、そうか。でこの豊田君演じね、前節の小野寺君がね、伸びに関してはもう瀬戸一クラスだったんですよ。へー、うん、でまああくまでも伸びですけどね、はい、だ多分豊田君からしてみれば多分ペラの回転調整して形は変えてるとは思いますけど、うん、でもなんか若干伸び寄りですよね、見てたら。なるほど、うん、じゃあちょっとまあ攻めては4、まあ、あるとすれば豊田君じゃないですかね、うん、ちょっと3とね、1と5やね、3と1と5、うんうん、福永さんのはもう翔太が参ったりとったやろ、はいはいはい、最近4が出してきとる、あ、ね、34号機のね、うん、ただちょっと本当に68号機はお疲れが出てると、ちょっとね、うん、なんかもう言うとの、あ、しんどい言うとの聞こえたあのね、うん、スリットクインペンね、うんうん、ちょっと角の戸玉選手が、うん、やっぱね、荒川自体ももともとそんな速いスタートは速い選手じゃない、うん、で福山さんこれも頼んない、はい、林エンジンがしんどいなんか出てくるのはこれ4と5やね、そうやね、そうっすね、その本田さん色一個もつかへんわ1号艇で、そうやろ、ちょっと危ない、あら、さっき野添君も言うとったやね、うん、なんか、まあ、そんまやね、うん、中野次郎選手が展示と回り足が1位1周が2位で、逆池田選手は1周が1位で回りやすい、鈴木はもうあんま出さんのさ、展示タイム、展示タイムいつも出えへんもんね、あの7秒マイペースな人ね、うん、うん、やっぱり次郎ちゃん刺すわこれ、それはねちょっとやっぱ抑えとかなあかん気がします、刺したらね、はい、1、3、はい、まあ1、3やな、やっぱり鈴木くんはちょっとようやっとるけど、逆逆逆、それ逆、逆消しゴム逆、みんな分かれへんかねこれ73号機あの上平選手がね、うん、マスターズ優勝したやつね、うん、ここまで足は悪くないの、悪ないっすよ、うんうん、だけどちょっとかっこええやろ、何が、回り足だけはピカイチですよ、あ、コメントが、うん、回り足だけはピカイチ、うん、あ、これ何、134がエンジン A でって言って星印がついてるの、あ、135が、うん、あ、へー、エンジン A のな、あ、金星や、金星やで、あ、初めて見た、星は星でも星のちゃうでそういうことね、うん、なんかせっかくやったらじゃあオレンジモーター分かるようにしたいのに、あ、オレンジになってんのこれ、なってるやん、1と3、1と3、あ、エンジン番号のとこね、うん、あ、俺も今気づいた知ってたかのように1と3数字色変わってるやないか、書いてあるやんちょっと浜野選手が5号って全部の項目色がつきました、うん、お、今よかったもん、スタート展示遅れたけどね、お、周回展示あっちゃん詰め取ったもん、お、展示回り足が1位、まあ、展示が1位タイですけど1周が2位のタイム、原田秀也選手が1周回り足が1位2位とそれぞれ2項目に色がついた、浜野もまあまあやるからね、ここ来たらレース運びは、んレース運びはなかなか、うん、そうそう、ね、お上手なんですよね、うん、浜野もええもんね、行かれる感じなく雰囲気はまるって、そうですね、うん、